ジャニーズ帝国の画像を崩すか平野紫耀と神宮寺勇太率いる戸ベの対等にファン困惑ン。コンサート撮影解禁の衝撃。日本の芸能界において長年にわたり圧倒的な影響力を持ってきたジャニーズ事務所。しかし、最近では新興のエンターテインメント会社戸ベが躍進し、その存在感が増しています。 特に人気俳優である平野潮と神宮寺優太が飛べに合流したことで、ジャニーズ帝国の画像が揺らぎつつあります。そして、驚きの舞台が京セラドーム大阪で行われた、オールジョイ・ヒナイズ JR2023 ワっしょキャンプ、インドウムで訪れました。なんとジャニーズ事務所が初めて撮影と SNS 拡散をアンコール時に限って許可したのです。 これにより、ファンたちの間で様々な反応が起こっており、ジャニーズ帝国の未来に不安が広がっています。本記事では、飛べの台頭とコンサート撮影解禁に対するファンの困惑に迫ります。 ジャニーズ事務所のコンサート撮影解禁の意外な動きジャニーズ事務所といえば所属タレントの肖像権を厳重に管理しコンサートでの撮影や SNS 拡散は一切禁止されてきました。そのため、今回のオールジョイヒナイズ JR2023 ッショイキャンプインドウムでの撮影解禁は多くのファンにとって驚きでした。 これまでライブレポを楽しむというスタイルが確立されていたためカメラやスマホでの撮影は禁止という原則が徹底されていたのです。ファンの反応と困惑撮影解禁に対してファンたちの意見は分かれています。一部のファンはアンコールのみスマホで撮影できて羨ましいね、ジャニーズも変化、進化しましたねと喜びの声を上げています。 一方で、撮影が禁止でライブレポを楽しむのがいいんじゃなかったの他のファンが、かわいそうといった否定的な意見も少なくありません。これまでのスタンスが変わったことによるファンの戸惑いが感じられるのです。飛べの台頭とジャニーズ事務所の焦り。 トベは元 V6 の三宅県、元 KNG&OPS の平野仕様と神宮寺ゆ太、ジャニーズ JR 内ユニット一ッパーチット RS など、数々の注目のアーティストが合流しており、その存在感が急上昇しています。特に平野仕様と神宮寺ゆ太の人気は圧倒的であり、トベは SNS や YouTube を巧みに活用してファンを増やしています。 一方で、ジャニーズ事務所はかつてウェブ展開に消極的だった経緯がありましたが、滝沢秀明さんが戸辺を設立したことで、エンターテインメント業界の構図が変わりつつあります。これに対して、ジャニーズ事務所は、K-POP グループの人気と勢いに対する焦りを感じているとも言われています。 ジャニーズ帝国を揺るがす未来とべの台頭とジャニーズ事務所の撮影解禁はジャニーズ帝国の未来に影響を与える可能性があります。トベは K-POP グループと同様に SNS の運用に長け世界中のファンを魅了しています。これに対してジャニーズ事務所も新たな戦略を模索しファンとのコミュニケーションに変化を加えていくことが考えられます。 一方で、長年の伝統とスタンスを変えることに対して、ファンの間には戸惑いや反発が生じる可能性もあります。ジャニーズ帝国がこれからどのような未来を迎えるのか、注目が集まるところです。日本の芸能界を代表するジャニーズ事務所が初めてコンサートでの撮影と SNS 拡散をアンコール時に限って許可したことは、 ファンたちの間で様々な反応を呼び起こしました。特にトベの帯同により、ジャニーズ帝国の未来が不透明なものとなりつつあります。平野紫耀と神宮寺勇太の合流によって、エンターテインメント業界の構図が大きく変わりつつある中で、ファンたちの期待と不安が入り混じっています。ジャニーズ事務所はこれからどのような戦略を取るのか、トベはどれだけの対等を果たすのか、 今後の展開に目が離せません。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。